ゃう。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。おお、すっげえな。と、ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺には
いつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがって、でっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ、来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何か訳が？あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があった。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあってもとな。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。